では、続きまして僕のコーディネートよを、まあ、紹介させていただきたいと思います。大野主任のコーディネートね。そうですね。まあ一応あのこちらになるんですけれども、ジャケットはもう完全に黒むしですね。時期的にまあ春夏なんで明るいネイビーですとか、まあ、あのグレーとか、まあ、ちょっと明るめの色を着ていただく方多いとは思うんですけども、ローテーション上、まあ、黒も着ないといけない時もあるとは思いますんで、まあ、一応それでも、まあ、ちょっと爽やかに、まあ、ジャケットやパンツは黒くても、まあ、中でちょっと爽やかに見せれるような、まあ、コーディネートという形で、まあ、一応させていただいたんですけれども、まあ、シャツはもうちょっとストライプが入ったまあ、サックスベースの生地、まあ、ちょっと2色、まあ、グレーとはちょっと水色が混じったようなちょっと太いレジメンタルで、まあ、あの間隔もあの分けてあんまりうるさくなりすぎないように、させていただいてますね。あの黒いストライプの生地のスーツとかでしたら中のシャツをこういう柄物じゃなくて、まあ、本当にサックスの無地とかにしていただくだけでも柄同士が、ぶつかるうるささっていうのは、なくなると思いますので、まあ、爽やかに着こなしていただければなと思います。黒ってこう逆にねコーディネートのイメージつきにくいっていうところも ねあると思うんで、無地やから難しいというかレンズにちょっと ね、そうなんですよ、なりがちになるかなと、暗くなりがちなんでね、新社会人の方たちとかになるとやっぱり、うん、あのリクルートスーツのこういうのもそのままやっぱりローテーションの一つとして仕事に使っていたりもしていただくことになると思いますんで、うん、まあ、やっぱりよりフレッシュ感も出て、まあ、いいんじゃないかなと思います。なるほど、さすがネクタイもあると思う。私が、ちょっと黒の、ジャケットの、まあ、コーディネートを紹介させていただきました。はい、では次の方でに、つなぎますのでよろしくお願いします。はいはい、皆さんこんにちは、オーダースーツの M2 プラントです。本チャンネルではスーツに関するお得な情報、面白いお話といろいろ企画しておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方をしていただき、気に入っていただければいいねのボタンを押していただくととても嬉しいです。でまたチャンネル登録数100人ずつで記念として、オーダースーツの、プレゼント企画の方も行っておりますので、過去の、当選者の画像もアップしておりますので、そちらの方も参考にしていただきながら登録人数ぜひご協力ください。ではまた動画でお会いしましょう。腹立たんねん。